無事に火がつきましたんで、焚き火フライパンですね、用意しないといけませんので、この辺でしょうね。ではでは、お肉ちゃんを焼いてお昼ご飯にしたいと思います。ですね、このなんちゃってテピーの中がめちゃめちゃあったかいですね。火炊く前からちょっとあったかいなと思ってたんですけど、火炊いたらめちゃめちゃあったかくって、ちょっとやみつきになりそうです。で今日はですね、もも肉カットのステーキちゃんをね、このぐらいのやつを4つ持ってきたんで、このピンクロックソルトプラス胡椒で2個で、あとよく使ってるこれで持ってきたんですけど、ハーブ塩ですね。これで美味しくいただきたいと思います。ではいただいてみたいと思います。ほんのりピンクですよ。まあ間違いない。この引いたばっかりの胡椒ってやっぱ美味しいですね。明らかに美味しいですね。
ニューアイテム、豆炭あんかを買ってみました。ちょっと大きいんで、僕が持ってくる荷物としてはかなり大型のものなんですけど、豆炭あんかの温かさがもう半端ないんですよね。僕も初めて買ったんですけど、これも使わにはならんということで、わざわざ豆炭今日は2個持ってきましたね。まあ1個しか使わないと思うんですけど、もう1個は予備ですね。焚き火にポンなんてことなんです。火つくまでにですね、だいたい10分ぐらいかかるのかな。はい、豆炭がいい感じでね、お気になりました、起こりましたので、これをアンカーの中に入れます。とこのためにこれ、豆炭のためにこれ持ってきましたからね。あとは豆炭の、豆炭あんかをこれに入れて火傷しないようにですね。で、20分とか30分とかしたらもうこれはあったかくなってくるんですよ。で、これを今日はシュラフの中に入れといて、まず今日シュラフ干してないんですよ。来たら圧縮してる状態で持ってくるからシュラフってぺったんこになってるんですけど、それをダウンなんでぺったんこになってるんですけど、それを一回干してふわふわっとさせるじゃないですか。今日ふわふわっとさせてないんで、これをシュラフの中に入れてもわっとさせたろうと思います。まあまあ取るほどのことじゃないですけど、入れるだけですね。まず足元の方からふわっとしてほしいな。マフラーが出てきましたけども、あとバッテリーですね。まだね、お昼ご飯分しか薪を用意してないんですよ。焼きたくないんです。やるけどね、やります、やりますよ。